先生にお越しいただきました。先生ご苦労様でございます。実は第7回このシャドーボックス展から私たちの長としてトップとして会長としてそして代表として関西のリミニオの中原先生が後任としてご活躍いただいております。大変な1週間を前半お過ごしになられたと思いますけれども1週間終わられてみて総評を先生ご感想がございましたらお願いできますか。第7回シャドーボックス展が無事に開催できましたこと、それがまず最初に嬉しいことでございますね。そして1週間この会場におりまして、このたくさんの作品に包まれた中で毎日毎日500名以上のご来館の方がありまして、それはとても嬉しいことですね。そうでしたね、はい、先生もう私たちは関西勢なんですけれども遠いところからもお見えくださったりまた海外の方もたくさんお見えにくださってこのシャドーボックスを知っていただけたこと、まあ、順序としては本当に微々たることの積み重ねなんですが7回やってきてすごかったですね先生。そうですね、はい、嬉しいですね。いやもう先生はもうやっぱ先生中原先生の器ですから今後も大変なことが水面下でいっぱいあるかと思うんですけれども、まあ、先生は先生のお教室率いる代表でもございますしそして私たちの代表でもあられるということでもう意気込みがまだ違うかと思うんですけれども、まあ、そんなご苦労ももう垣間見せないいつも明るく綺麗な先生で私たちはいつ もう中原先生にも今度からまたついていくぞみたいな感じで頑張らせていただきます。ありがとうございます。先生の作品も今回拝見させていただきまして今回はもう本当に王道のシャドーボックスのテクニックがいっぱい詰まった作品だったと私は拝見させていただいたんですが、ご作品についてちょっと皆さんご披露できることがありましたらお願いできますか。そうですね、私もシャドーボックスアートを始めて約40年になるのですけれども、はい、やはりその中で、毎年毎年この新しい作品を作りたいとか人がびっくりするような作品を作りたいとかインパクトがある作品を作りたいとかそのように思ってまいりますよね。作ってますとね王道ばっかしやってると物足りないこともありますよね。それでこの40年を節目に一度リセットしてシャドー自分がやり始めた頃のシャドーボックスよりも少々40年の間には技術的には向上したかと思うんですね。でそれを踏まえて作品を作ってみようと思いまして今回のようなシャドーボックスを作りました。やっぱり、はい、私も拝見させていただきまして、はい、デコラなそういうじゃなくて本当に基本の基本が忠実にさすが中原先生の作品と拝見できるぐらいのね、ごめんなさい先生若い時に作るはずとかそういう意味ではないんですけど、はいはいはい、本当にきちっとした作品を拝見できて、はいはい、また一から勉強させていただくようにお勉強させていただく見せていただきました。ありがとうございます、はい、先生ああいうフレーミングとかそういうことも先生が、ねはいね、会の方ではなさっているんでしょうか、はい、そうですねもうご自分でどうしてもしたいとおっしゃる方はどうぞご自分でなさってくださいと申し上げますけれどもぜひ先生にとおっしゃってくださる方には私のアイデアを申し上げて私が学装とかもさせていただいております。だからいろんな先生方に率いるグループにしても個人参加の先生にしてもいろんなバージョンが一堂に会せる、はい、ここの場所は素晴らしいですよ ね、 そうですね。お勉強するにしても、はいはい、お人さんのテクニックを拝見するにしても、はいはい、素晴らしい会場だと思ってるんですけども、はい、先生これからも第7回まで出発しました、はい私たちまた8回と9回と先生、はい、よろしくお願いございますがまだもし意気込みのものがありましたら先生どうぞ、はいはい今回は私を含めまして216名の作家の皆様のご協力と ご努力とご理解があって開催できたものでございますよね。これがずっと続きますようにそして工芸としてやはり認められたいですので ね、 はい、そういう面も踏まえて、はいはい、作品作りに専念したいと思っています。ありがとうございます。どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。どうぞどうぞ皆さんどうぞよろしくお願い申し上げます。先生今日はお忙しいのにありがとうございました。どうぞまた後半1週間ありますが、はい、お疲れが出ませんようによろしくお願い申し上げます、はい、ありがとうございました。